こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。昨日は月一カフェがあってね。面白かったね。ね、ちょっといつもとまたメンバーが違ってね。そうなんだよな、ね、小太郎がねインフルエンザだったっつって、ね、電話かかってきてな。何事かと思ったわけよ。こうちゃんから LINE 電話かかってきて、 あれと思ったらさ、もうなんか寂しかったね。なあ、泣きそうにな声でさ、インフルエンザ B 型になっていけないよ今日と言ってさ、本当残念だよね。残念だったな、まあ本当な、あいつがいるといないではえらい違いだよ。本当そう。ただ、昨日またな、2歳、まだ1歳の、まだ1歳、間もなく2歳の男の子と、それからあの子4歳、4歳の女の子、女の子が来ててな、子供ってさ、最初はなんだかこう恥ずかしそうにさ、してんだけど、だんだん調子が出るんだよな、で慣れてきて走り回ってさ、まあすごいね、やっぱり子供がいるとやっぱ違うもんな。そう、やっぱりね、小さな体にどれだけのエネルギーが詰まってるかってことなんだよね、きっとね。いや、ちょうどな、あの頃は昼の時間じゃん。な、でもさ、寝なかったね。寝なかったね。どうだな、んで、な、若いママさんな。この19歳だったな。そうそうそう。な、それから、その、4歳のな、女の子のママも、これまた波乱万丈な。久しぶりに来てくれてね。な、人生を歩んでてな。まあ、それぞれね、人それぞれこう自分の人生、まあプログラムしてるとはいえな、やっぱり苦しい道を歩いてる人もいるし、こうやって人の生き方っていうのを見てるとさ、いろいろこう感じさせられるとこあるよな。いや、なんだろうな、でもやっぱり人間っていいなと思う。本当好きだなと思う。いや、だからさ、そういうこういろんな苦しみ悩みっていうのをさ、まあ抱え込んでさ、ね、自分一人で抱え込んでさ、思いの背負って歩くってのは大変だからさ、だからまあああいう場所でさ、周りの人は何できるか何してあげれるか、そんなことは大したことないかもしれないけど、ただそこでちょっと発散していくとかさ、まあちょっと愚痴でもいいよ、ね、なんか喋っていくだけでもさ、俺違うと思うんだよね。そうだね。そうだから、そういう場所でありたいっていうのはあるよね。そうだね。いや、なんだろうな。いや、あんなに散々サロンは狭い狭いとか言われたけどさ、まあでも狭いところにぎゅうぎゅう集まってさ、なんかさ、そういうのもいいんじゃないのとか思うんだけど、まあ広いところがあってね、できれば1階でさ、車椅子の人とかさ、ね、階段登れない人もさ、こうスムーズに入れるようなさ、場所があればいいなと思うけどね。そうだよ。で、まあ子供たちもうちょっと走り回れてさ。そうだね。な、なんか、あれだな、こうやって、昨日だって学校いっぱいだから。そうね。まあ、いっぱいだからまた良さもあるけれどな。そうだね。だから満員御礼でいい、かっこいいじゃん。そう。まあ、でもね、まあ、そろそろちょっと、もう少し広いところをね。まあ、子供たちもさ、うちも一緒に仕事するわけだからな。家でやれって言ったってさ、やっぱり、ね、まあね、気分的に。メリハリがつかないんだよね。だからあなたよくやってると思うの、自宅のさ、一室でさ、仕事っていうの。そうだよ、本当にもう、生活と一体化してるからな。もうベッドがあって、目覚めたら、起きたら、すぐ目の前に机があって。もう本棚なんだ、資料いっぱいもう散乱しててさ、そんな仕事やってるんだから。大したもんだと思うよ。なんか普通ったら変だけどさ、作家さんほら、締め切り間近になったら缶詰になってさ、ホテルかどっかで缶詰になるとか、お気に入りのなんで隠れ家みたいな旅館があってさ、そこで本を書くとかさ、よくドラマにあるけどさ、そんなんじゃなくてうちでやってるもんね。まあそういう身分になればまたいいんだろうけどな。どこに逃げる？南の島に逃げる。それはもう、それこそさ、図書館とかさ、ファミレスとかさ、そんなとこなんだよね。だけどまあ、そう。でも本当ね、そういう形でちょっと、メリハリはつけていかないとな。まあ今自宅でな、仕事をやるっていうのはさ、ネット使って結構あるけれどさ、まあでも自宅の中でもそういう部屋持ってたりとかさしないとさ、まあ本当に難しいと思うよ。でももしかしたらなんか究極のこうセパレーションしてんのかもしれないね。気持ちのいいな、パッとな、きちんといろんな仕事をくれたらなんとかあって、セパレーションしてないからいいかもしれない。両方もう
だらだらやるのがもうなんか自分の身についてるからさ。そういうことなのかな。うん、まあ、本当セパレーションしたら本当はいいのかどうか、あるいはひょっとしたらこれがこのペースがいいのか分からないけどさ。うん、うんうん、そう。でもまあね、うん、家族でやる上ではやっぱり家でやっててもね、うんうん、ちょっと子供たちもなんかあれだと思うよ、スイッチが入らないと思うよ、うん、まあ、慣れてくるよね。うん、そう、うん、だからそういう形でねちょっとね、うんうん、みんな集まれる場所であり、うん、我が仕事できる場所であり、それでワーキングスペースみたいなね、うん、そんなのをね、うん、一つやっぱり、作る必要があるなっていうのは感じたね。ああ、そう、うん、うん、そう、うん、で、まあ、ああいう形で月に1回、うん、まあ別に2回にしてもいいんだしさ、そうだね、な、うん、ああいうふうに人が集まってきてさ、うん、あワイワイやってる、うん、うん、というのはね、うん、俺大事なあれだと思うね。うん、あー、ね、うん、やった時のね、楽しかったよね、うん、やっぱさ自分が楽しいからさやっぱり続くわけでさ、自分がこ うわーってなったらさ、うん、絶対それ続かんからね。そうだよね、うん、でもまああなたがそれで楽しんでる、楽しんでくれるっていうのは俺もちょっとこれまで予想外だったね。お前さ、なんかすごい私がさ悪い人みたいに言うようになったね。悪いというかね、なんかすっごい嫌な悪い人みたいに言うようになったね、うん、でもさ小笠原はもう俺も予想外だったしさ、うん、なあ、うん、今回のこれもキエと二人でやるつもりだったんだ、うん、うん、ねえ、でもそうやってこうやってね、いいよ、ほんとありがたいよ。何それ、うん、その含みのある、何かが挟まったようなものの言い方みたいな。なんなんでしょう。うん、そう、まあ、おかげさまでね、昨日も午前中はそうだな、の月一のスペシャルリーディングということで、ああ、まあ、チャクラリーディングありの、うん、オーラリーディングありの、うん、カウンセリングありので、まあ全部埋まったんだもんな。うん、面白かった。3月も、ね、3枠埋まってんのかな。ああそうなの、うん、あと3つ残ってる。ああそう、うん、まずがね、じゃあたった20分、まあ、移動っていうかさ、うん、ご挨拶の時間とか見れたら、うん、賞味15分だよね、うん、なんかその15分で、でもやっぱりね、なんか自画自賛だけどさ、すごい感覚研ぎ澄まされてると思ったし、うん、まあ、うん、長くやれへん気持ちだからね、うん、昨日ちょっとね、初っ端がチャクラの人だったんだけどさ、うん、スススッとチャクラの絵を描いた時にさ、うん、いやなんかね、こう我に返るとさ、うん、あすごいねみたいな、うん、思った。あそう、うん、これがやっぱりこの才能を私は生かすべきだとやっぱ思う。そうだと思うよ、うん、なあ、才能もそうだし同時に勉強もしてきたからさ、うん、なあ、だからかなりの、うん、時間だよ、うん、だって、29歳から始めてるんだから。そうだよね、なあ、まあ、ほら、間もなく30年になろうとするんだと。そうだよね、まあ、大したもんだよ、うん、だからそのね、うん、まあこれも長さだけじゃないかもしれないけど、やっぱりその新機構でさ、うん、もうありとあらゆる病気を見てきてるわけだから、そうそう、すごい人たちがいっぱい来たわけでしょ。そういう中でさ、うん、対応してきたわけだからさ、うんうんうん、これはもうその財産だよね、うんうん、そうだね、そう、だからそれからね、いろんなところで高橋先生のところでも学ばせてもらったし、うん、な、うんうん、であちこちこうね、萩原先生のところでは催眠だし、そうそう、催眠ね、それはさ、うん、すごいこれから財産だと 思うよね、うん、うん、と思ったね、うんうん、でもそうやってね、才能を生かすって決めて動き出して、やっぱ自分は幸せなわけだよ。そうだよね。そのあとやっぱりじゃあ他の方々にも、うん、自分が持って生まれた才能を生かして生きてったら素敵なんじゃないってことをやっぱり言いたくなるよね。そうだよね、うんうん、だからその才能があるのと生かすのとまた違うからな、うんうんうん、もう才能があってもやっぱり生きない人もいるわけじゃん、うん、例えばほらすっごい歌が上手なんだけど、うんうん、まあ趣味で終わってしまったりな、うんうんうん、でよく俺の周りによくさ、本当に文章が上手な女の子っていうのがね、うん、結構多いのよね。多いっていうかね、うん、ほらイルカ小笠原行ったりした人もさ、文章見てくれとかさ、うんうん、昔もあったイルカの学校やってる時もさ、うん、動画書いてくる子がいてさ、うん、上手なんだよね、うんうん、いや羨ましいって、うん、これはすごい才能あるなと思うんだけどさ、うんうん、この要するに自分がちょっと書いて、うん、人に見せ、それで終わってしまう、うんうん、場合が多いわけよな、うんうんうん、だそれはどうそういうプログラムなのか、うん、あるいはそういうチャンスをこうものにできないのか、それ分かんないんだけどさ、だけどやっぱり才能っていうのはなんか
生かしたい、生かしてあげたいなとかね、うん、そう思うよね。思う思う思う。多分それが一番さ、こう、まあ、魂が生き生きとさ、うん、喜んでる生き方なんだと思うんだよね、うん、まあ、いろんな生き方あると思うのよ、うん、だその才能に封印をして生きるっていう生き方もあってもいいかもしれない、うんうん、でもその時に魂が喜んでるかどうかってことだよね。そうだよな、うん、うん、そうなんだよね、うん、でもまあこういうそういう、表現っていうのはさ、うん、もうもろはだからさ、うんうん、な、褒めてくれる人がいれば、うん、けなす人がいるからな、まあね、もう当然これ何しても一緒なんだ、うん、そうだね、だからその時にさ、うん、あれだバジ豆腐じゃないけどさ、うん、カエルの面にしょんべんか、うん、じゃないけどさ、うん、こう、うん、ね、うん、そこで深く悩んでしまう人はね、うん、はしんどいと思うね、うんうんうん、あ、ネガにこうネガティブな評価にこう焦点を合わせてしまうとな、うん、うん、そうだね、うん、いや本当楽しかった。また3月ね。そうだね、24か、同じ24のはずだから、お待ちしております。そうだね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。